おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。これはね、すごいね。12月31日までバンってかわいそうだな。なんかいろいろ報告されるとこういう風になっちゃうらしいけどね。これはすごいよ。こう見るとは、パウ外したら先進めるじゃんってまずは思うと思うんだけど、まずはこれを見てもらいたいんだよね。これ、この下が一方通行になってるんすよ。これ絶対いけないっすよ。どう考えてもいけないっすよ。で、頑張ってさ、この、銀のこのくるくる回ってるとこと、この今マリオが乗ってるやつのこの間。間、こう頑張って入れないかなとかって、考えると思うんですよね。で、まあ実際やってみたけど、やっぱ入れないっすよ。これどうすんだって話ですよね。これはすごいよ。これは本当にすごいと思うわ。俺いろいろ試したんすよ。で、このパウでなんかやるのはまず間違いないなって思ったんで、まあこんな感じで置いてみて、まあ例えば、パウこの辺にそうだな置いて、あ、これミスりましたね。ちょっとミスりましたね。この隙間をうまく利用して、パウとこの銀の間の隙間を 0.6 とか7とかにして、まあそれですり抜けられないかなって考えたんですよね。上で俺先に成功したんだよね。はい、これ。はい、これ。上で俺は最初成功したんだけど、でも左に行くことはできなかったの。でも、下でやったら、なんか行けましたね。なぜか下だったら、こうやって抜けれるようになるんですよね、これ。さあ、じゃあ続きはこちらですね。クリア率 0% できますか？5月の24日にいただいたコースですね。じゃあ行きましょうか。あ、怖っ。え？スクロールで一回待つ？いやー、死ぬよね。え？先抜け？いやー、先抜けは無理だろ、どう考えても。いや、無理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 。全部下向き、上向き。え？何このコス？なんかないっすかね？え？ドアがミスリード？んなことはねえよな。サムネ見た感じだと、このキノコはでも取れないだろう、どう考えても。だってね、無理だよね。来た。音がした。ということは、ここで、右スピン。よし！いや！スピンした後踏んでた方がいい。下かな？来た。行くよ。これで、下右ジャンプ。ふっ！なんか、いけてない？お、いけた！いけた！おー、いけたぞ。これは、すごいな。これもなんか、動画のサムネにできそうな感じのコースだったな。まあ使っちゃったからあれだけど。じゃあこちら行きましょうか。地獄。あのファイヤーもらえんのかな？おお。やべやべ。こいつ、あっ、んぱー、ぷくぷく。とりあえずこれで上に上がってみようぜ。デカクッパもいいんだな。よいしょ。お前踏んで上に行ったよね今ね。オッケー。逆にドッスンが足場になってくれてますね。クッパをスルーしてみた。オッケー。おーし、おし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 。待ってね、落ち着け。おー、危ねえ。よし、オッケー。冷静だったな。今、右降りてたら多分死んでたと思いますよ。うわー、マジかよ。ね、5月の25日にいただいたコースですね。これはやばそうだな。1739分の2だもん。うわ、最初から難しいな。
こっちか。おーおーおー、入れますよ。はいはいはい。こっちが正解だったっぽいな。にーサンガリアだよね。そうだよね。あ、いや、こうか。なんだろう、キノコかな。これってでもさ、あれだと思うんすよね。パックンとの間に入れなくない？いける？この幅多分無理だ。この幅無理だな。わわわ。くっそ。早くも捉えちまったな。プロペラの制御って難しいよな。え？ああ、そういうことか。どうしよっか。ああ、じゃあ、ここで、これでいこうか。オッケー。これで安定できそうだね、ここは。なんかあるな。音符か？右の情報ギリギリまで見えないですね。じゃあもう右行くしかない。でも俺的にはこの差な感じするんだよな。反応しろ。左。おー、長いことマリオメーカーのコースクリアしてきたからな。やっぱり勘は正しかったか。ほっ。 OK。 これは食らわざるを得ない感じなんすかね。ちびっこで行きなさいと。了解です。うわ、あっぶね、あっぶね。オッケー。うわー、ミスった。こっからが難しいんだよなー。いきます。ほっ、よし、取った。こっからが難しい。オッケー。ほっ、オッケー。やっといけた。あぶね。こっからも難しい。もうこれ中間ないんで中見てきますわ。死にたくない、できれば。でもそうもいかねえんだろうな。よし、抜けれたぞ。まずはここ。やたら難しいんだよね。あ、これダメそうですね。まあここまでやり直しが効くから救いですけど、正直めっちゃ難しいですこのコース。これクリア率 0.01 いってない理由はあれですよね。遊ばれてるプレイヤーが少ないだけで十分いくコースですよ。かなり厄介。特にコース前半がかなり厄介。コース後半もかなり厄介ですけど。 OK。 お、取れたね。コースの進み方がわかんないっていう方も結構出そうな感じのコースですね、これは。ただもう動画にしちゃえば、それは大丈夫だろうから。それでもこの動画見ても攻略するのは前半結構厳しいと思います。かなり難しいはず。じゃあ、ナティヨシ。あの、ミスったらやり直しが効かないようになってたりするんで、それがきついっすね。こことかもかなり厄介。もうミスったら最初からやり直し確定だから。OK。で、ここですよ、問題の。ほっ！よし。まず一回パンの上に一回逃げて、はっ！いけましたね。OK ですね。うわ、終わったー！積んだわ。あのクッパファイヤー今逃げてやっちゃったんですけど、こうなってたんですよ。これもう一個バー使わないとクリアできないんですよね。いやー、まさかのやり直し。思いっきりの良さがどうしても出ない。さあ、でもなんだかんだでここまで来たぞ。しまった。
ここまで来るとちょっと自分のこのコースの厄介さのに対する順応性が怖いわ。はっ、クッパファイヤーだけ注意してれば大丈夫だから。オッケー、倒してみましょう。で、ここで変なミスをしないこと。ほっ、うん、慎重に本当に慎重なプレイを心がけましょう。あぶね、今バカ本当に下ネタ言いそうになった。落ちた瞬間、よーし、やっとクリアした。マジ陰険なコースだった。つらかったよ。ゴール前まで2回行って死んだ時は本当に絶望味わったわ。本当に江ノ島純子だった。じゃあこれやって終わりますか。すげえな。まだ3回しかプレイしてなくて、3回でクリアしちゃったんだね、最初の人が。あ、いやー、そうとも限んねえか。3人やって1回でクリアした人が1人いて、あと2人の人はもうやめちゃったっていう可能性は十分にあるもん。俺も一発クリアしてえな。いやー、危ねえ、耐えた。これはキラー使えばいけそうな気もしないっすか。さすがに無理だったわ。じゃあこれ入ってみます。くそ、この中身が調べたかったのにな。じゃあこっち。うわあ、危ねえ。死んだ。いやー、しまった。おら、お、なんかスター、投稿者用隠しを見つけてしまった。やったね。うわあ。うわあ。投稿者用隠しのおかげだわ。あ、これ落下パターンじゃん。落下しないパターンだった。オッケー、お疲れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。